はい、今回は柿肉エキスの渡辺オイスターという商品を作っているメーカーさん、渡辺オイスター研究所さんのホームページをご紹介しているシリーズ第7回目です。前回に引き続いて遠隔というね、会社の歴史がわかるページを読んでいきます。2011年の、平成23年のところからです。はい、では9月フォースインターナショナルオイスターシンポジウムに出席、社長渡辺貢が口頭発表、若手研究者がポスター発表を行う、カッコオーストラリアタスマニアと書かれています。社長の渡辺貢氏が発表されている様子が写真に載っています。そして女性の研究員の方お二人が、それぞれ研究内容が書かれたポスターでしょうか、その前で、記念写真ですね、こちらが載っています。そして9月の23日、北京大学病院にて第3回中日保健医学学術交流会、そしてセンターオブカウンセラーの集いを開催と書かれています。このセンターオブカウンセラーというのは、会社の方から、招聘された、薬局薬店の先生方ですね。はい、こちら50名以上の方々でしょうか、ずらっと並んでひな壇でお写真撮られています。それから10月、台湾水産試験所ペイ・アンファン博士来社、学術交流を行うと書かれています。こちらは渡辺オイスター研究所さんの前でしょうか、白衣を着た研究員の人たちずらっと並んでいます。真ん中には、渡辺社長と、ペイ・アンファン博士でしょうかね、中央に並んでいらっしゃいます。はい、そして12月、マレーシアトレンガヌ大学で開催された IPCB、これは卒後のカンファレンスのことですね、に出席、そして、エフェンディ博士という方と親睦を深めるというふうに書かれています。お写真も渡辺社長ご夫妻とその博士お三人でお写真撮られています。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。